アキセメルハバーということで、今日もインスタライブをやっていこうと思います。暑い、すじゃくすじゃく。今日はですね、なんか旦那さんがね、昼ぐらいに突然帰ってきてね、でなんか赤ちゃんをね、検査にね、連れて行かないといけないってね、なんか連絡が来たみたいな感じで言われて、でなんか病院じゃなくて、なんて言うんだろう、なんかね、これわかんないですけど、多分なんか合同庁舎みたいな、なんかいろんな国の機関が入ってるなんか建物があるんですけど、そこに行って、でなんか血液検査のために、あの赤ちゃんの血液を採取して、採血して、でなんか提出してきました。でなんか問題があれば2週間以内に連絡しますっていう感じで、はい、そんな感じです。でその後ね、近くのね、今ね、あのショッピングモールに来て、カフェをこうカフェ飲んでます。ちょっと待ってね。こんにちは、お元気ですか？ありがとう、ありがとう。ね、なんか久しぶりにね、あの旦那さんとカフェでゆっくり、まあフードコートみたいなところなんですけど、ショッピングカフェね、なんですけど、久しぶり、スバルね、めっちゃ久しぶりだなと思って、あ、これね、はい、なんか出産する前は割とね、旦那さんが仕事休みの時はしょっちゅう2人で出かけてカフェに行ってたんですけど、産後はね、まあそもそも出かけるなって言われてるのと、ね、赤ちゃんいるからそんな簡単に2人でカフェに行こうみたいな感じにはできないって、まあ、今もね、あの赤ちゃんいるんですけど、寝てますね、あと寝てます、暑い、まあそんな感じの一日です。ユザヤも美味しい、これなんて言うの、セビオ、ブスフレ、チョコレートのね、あのお菓子なんですけど、私が好きなので買ってきてくれました。でもさっきね、さっきアイスクリーム食べたばっかりなんですよ。アイスクリーム食べた後にこれをね、買ってきてくれて、ちょっとねお腹いっぱいって感じです。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。暑い、そんな感じの一日ですね。はい。なんかショッピングモールはネディ、しおりちゃん、しおりちゃん、イスタンボだけいるよ。ああ、シゼリベクティです。ネディ、ね、や、やくん、やくんでイスタンボ。Gelin, başkanın üstüne. Sizleri bekliyoruz. Ah, Shiori ちゃんがイスタンブール行くよって言ってくれたのかな。Yeah. ありがとう。ビジネスリオ。Sizleri misafir edeceğiz. Sizleri biz de bekliyoruz. 待ってます。待ってます。ぜひぜひ、ぜひぜひ待ってます。ありがとう。暑い暑い、こんばんは。お二人の顔が似てきましたね。美男美女で羨ましいです。あのね、それね、最近よく言われるんですよ。あのね、ベセンユースベアズよ、似てる。似てるかな。インディア、ジャポンベアズよ。本当に最近よく、コンティニ旦那さんは何歳ですか。あの旦那さんはね、30歳です、ね、おい、やっぱあのよくある質問っていうストーリーをね、ストーリーにまとめてますので、ぜひあのそれを見ていただいたら嬉しいです。はい、
暑い。では今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。なんか今日はね、朝からちょっとバタバタしててね、はい、そんな感じです。ではでは、キャンベルイーバーコラーゲンス、ギョルシュルーズ、かっこいいですね、ありがとうございます。ではでは、バイバーイ。